まして、私はリスタルテ。訳あってあなたを地上からこの次元へと召喚しました。いいですか、竜宮院聖夜。あなたこそ異世界ゲアブランデを魔王から救う勇者なのです。私は女神、勇者であるあなたを召喚した天上の女神なのです。本当に神ならお前がその何とかという世界を救えばいいだろう。ルールがあるのです。とにかくステータスと叫べばあなたの能力が数値化されたものが出てくるのよ。ほら言ってみて。プロパティ。いや、ステータスって言ったよね。てかプロパティって何、意味わかんない。あなたは1億人に1人の逸材。ゲアブランデの魔王を倒せるのは竜宮院聖夜あなただけなの。ちなみにその世界で死んだら俺はどうなる。調子狂うな。所詮裏方、大して世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度、殴ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。あ、せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。その時私はようやく気づいた、重要な項目を見落としていたことに。それに借金のいい匂い。せいやって日本人でしょ、だからおにぎり。得体の知れないものが作った得体の知れないものか。だから得体知れなくないし、失礼にも程があるし。お前が先に食えな。毒が入っているかもしれんからな。あんたに毒盛る理由がある。あ、ほら大丈夫でしょ。たく一生懸命ここからかかるわ。速攻性の毒は入っていないか。速攻性の毒も入ってねえよ。レディーパーフェクトリー、準備は完全に整った。大女神イシスター様に調整してもらった絶好のポジションよ。さ、あのエドナの町で装備を整えましょう。いらっしゃい。ではこの鋼の鎧を3つくれ。ちょっと待った。キル用スペア、スペアがなくなった時のスペアだ。鎧マニアかい。慎重というよりもはや病的。さあ早速モンスターと戦ってみましょう。お、見て、あれがモンスターよ。ほう、奇怪な生物だな。遺伝子操作か何かか。魔物だよスライム。え、くらえ、アトミックスプリットスラッシュ。まだ生きているかもしれん。ヘルズファイア。もうやめろよ。よし。てかスライム一匹にどんだけ。何者。はじめまして、女神様と勇者様。私、魔王軍直属四天王が一人、ケオスマキナですわ。どうしよう、どうする。せいや、あ、逃げたー。待てから女神を追い